モザイク処理、モザイク処理、ピクセル化とは、写真、画像、静止画、映像、動画において表示したくない部分を、ピクセル単位で見えにくくす映像処理。映像、もしくは画像内に登場する人物の肖像権など、知的財産権及び、個人情報の保護のために利用されることが多い。テレビ番組では、番組宣伝などの演出や、番組とは、 無関係な企業名や商品名が映り込んでいる場合にそれを伏せるためにも使用される。また昔の番組放送素材を再放送や DVD 作品化する際に提供スポンサーや CM などのテロップを伏せる機に使用するケースもある。2000年代以降ではロケ、取材時に防犯、テロ対策として場所を特定されなくするために出演者以外の画面全体にモザイクをかけることもある。 また、店の看板などの電話番号、車のナンバープレート、選挙ポスター、画面に映り込んでしまった通行人の顔など個人情報が漏えいするのを防止するためにも使われる。モザイク処理以外の画像処理では番組タイトルや出演者の顔写真を伏せに使う例や書類等が対象の場合は当該項目にテープを貼って隠す手段が取られる。日本では アダルトビデオの普及とともに、モザイク処理の認知度が広まっていったことや、股間を隠すために、テレビ映像にて使われることも多いため、モザイク処理イコール被害という固定観念は、今もねえ。同様の目的に使用される処理としては、ぼかし処理、反転処理などがある。モザイク処理には、非可逆変換と、可逆変換とがある。モザイクは、 寄木ギザイクのような美術作品を意味する用語から来ている。英語でもモザイク、発音はモゼイックということもあるが、ピックスレゼーション、直訳すればピクセル化の方が一般的である。なお、モザイク写真とはモザイクのように継ぎ合わせて作った写真のことで、モザイク処理とは関係ない。非可逆変換によってモザイク処理を施したものは元に戻すことができない。 シャノン・ハートレイの定理を参照。非可逆変換の方法としては、一定領域の色情報を読み込んで、その平均値を算出し、求められた結果を元に画像を処理する方法や、一定領域の代表値で全体を塗りつぶす方法などがある。大半の動画、静止画のモザイク処理は、非可逆変換である。なお、領域を狭く設定するなどの、 甘い処理を施しているだけならば、近似的な画像を得ることは可能である。例画像ほど処理されたケースでは、不可能。これは非可逆モザイク処理の多くは、実質的に特定領域の解像度を下げているだけに、過ぎないので、適切な画像保管を施せば、ある程度の復元は可能だからである。可逆変換のモザイク処理は、元に戻すことが可能である。可逆変換の方法としては、 処理範囲を縦横に分割して並べ替えるという方法が代表例。静止画ではパソコン通信などにおける歪説画像など非合法画像の合法化処理をソフトウェアとしてフラマスックなどの実用例がある。動画では皆無であるかケウである。しかしながら静止画における化逆変換モザイクはその後復元が可能な方法でモザイクをかけたものは 復元が可能であるため、合法化したものとはみなせないという法的判断が出されたことから急速に廃れ、ハイパーリンク、大阪フラマスック事件参照、現在、21世紀ではほとんどを見かけることがなくなった。テレビの動画処理は、ディーブ、デジタル特殊効果装置で行われることが多い。ノンリニア編集システムなどのコンピュータベースの 編集装置でも同等の機能を備えるものがある。d e v の処理方式の一例は、フレームメモリからの読み出しアドレスを飛び飛びに変化させ、縦横それぞれの画素を指定したピクセル数、ライン数だけ固定することにより、画素数を減少させるものデる。この方式は、ハードウェア規模は比較的小さくて済むため、最初期の二次元 d e v の世代から実装されていた。 アドビーフォートシャップ等の画像修正ソフトウェアやアドビープレミア等の動画処理ソフトなどを使用することで近年はユーザーレベルでも簡単にモザイク処理をすることができる。モザイクの復元はビットマップ画像の解像度を実サイズを保ったまま上げるという超解像の問題に帰着できる。超解像は一枚の画像からは情報理論から原理的に不可能である。だが 同じ被写体を映した複数の画像があれば、情報理論的な制約はなくなり可能である。ここで言う、複数の画像は、一つの動画の中の複数のフレームでも構わない。基本原理としては、元画像のピクセルを複数のピクセルに分割し、それぞれの軌道を未知数とした連立方程式を解く。解像度は使用した画像枚数の平方根に比例して向上する。ただし、 被写体が変化していたり、形を保ったままの移動和歌、ノイズが混入したりすると、意味のある回が求まらないこともある。テレビドラマでは、科学特捜班等が、モザイク処理された画像や、写真に写った曲唱の犯人像、拡大すると、モザイクのようになるから、画像処理を施すことで犯人の顔や車両ナンバーを、突き止めると描写がなされることがある。しかしそれは、 原理上実現できないものであり、当然ながら、実際には開発されていないテクノロジーであり、現実の犯罪捜査で使われることはない。ただし、動画の場合はその限りではなく、撮影された動画にもよるが、前後の複数のフレームから保管していくことで、静止画よりも元の画像に近いイメージを復元できる可能性がある。ただし動画であっても、解像度の低い監視カメラから、 犯人の顔のように小さなものを完璧にイメージを復元することは困難である。シャープ処理やコントラスト処理を施すことで見栄えのする画像を生成することは可能な場合があるが、それが元の画像に類似したものだという保証はない。欠落した情報が復元されるわけではなく、モザイク処理が中度、強度にかかっている場合や解像度的に小さすぎる場合、つまり、 情報量が不足している場合に、それを補うことは不可能である。1980年代から1990年代、モザイク、またはぼかしのかかった映像を、モザイク処理を調整することで、元の状態に戻せる機会を謳った、モザイク除去機が、高額で販売され、主に男性向け雑誌の広告ページに掲載されていた。 現在でもモザイク除去ソフトなどが高価で取引されることがあるが、このような機材を使っても、不可逆変換で処理されたモザイクは、原理上復元できない。また、Google によって、人工知能でモザイクに変換された画像を復元しようとする研究が進んでいるが、この復元された画像は、データベースにある似たような画像によって保管された画像で、あ 必ずしも元の画像と一致するとは限らない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。